はい、どうもリンドです。今日は小悪魔のセットを使ってドレア試作をやっていこうかなと思います。で、この小悪魔のセットなんですけど、こちらの動画を出す前の他の動画でもね、何回か使ったことがあると思うので、そちらの方もね、こう参考に見ていただければなと思います。で、この小悪魔のこのセットに関しては使い勝手がどれもこれもいいなと思っています。で、個人的にはこの小悪魔ドレスの下を使ってドレスアップやっていこうかなって思っています。で、ちょっとドレア試作でまず上の方を使ったものを先に作って、その後ドレスの下を使ったものでドレスアップやっていこうかなと思います。で、この小悪魔のね、上に関してはいろいろ合わせれると思うんですよ。こういうウィキッドの下とか、あとは普通にね、こういうようなファッションだったり、マーメイドのものだったりとかね、あとはチュチュだったり、パピオン、あとはこういうパンプキンとかも合わせれるかなと思います。こういうスカートとかね、ほんといろいろこう足したりを使えるんじゃないかなと思います。こういうのもね、ちょっと面白いんじゃないですかね。羽2つ生えてて、ちょっと今回これで作ってみますかね。ちょっと奇抜なデザインでいきましょう今回は。で、頭どうしようかな。羽が2個あるので、なんかこう生物っぽい感じにしたいので、悪魔の、まあ、これひらがなの小悪魔にはなってますけど、こちらの角を使っていって、紫系で染めていきましょうか。ミストグレーがいいな。ミストグレーとちょっと濃いめの色で染めていこうかなと思います。お、なんか質感が違いますね、上と下でね。っていうことは、こっちはちょっと濃いめにした方が色合わせやすいかなって感じですね。で、こっちをちょっと黒めに染めてですね。そっかそっか、羽は緑のままになるのか。でも下の羽の色に合わすの難しいな。いや、できなくはないですよ。でもこれでも問題、いやーでも合わせたいな。合わせよう。こっちがいいかな。で、こっちの紫の色をちょっと濃いめの緑に変えてあげて、で、こっちを薄めの緑に変えてあげて、ですね。で、腕を、腕もなんか生物っぽい感じにしたいな。このドラグーンいいんじゃないですかね。ちょっと、今回に関しては課金系がちょっと多くなっちゃいそうですけど。で、小悪魔のブーツを、どうしようかな。小悪魔のブーツを、足にも羽生やしますか。で、羽の色を、で、角は色合わせずに黒っぽい感じにしますか。で、これで、
爪を持たせますか。で爪の方もちょっと色を薄めにしましょうか。はい、でもまずはね、小悪魔の、ドレスの上の方を使って、生物っぽい感じ、ファンキーのタイツに、小悪魔ドレスの上で、ドラグーンのアームに、天使のブーツ、そして角をつけた、なんだろう、これもなんか生物っぽい感じですね、ちょっと個性豊かな感じで、作ってみました。これはね、その辺じゃ見ないんじゃないですかね。まずこんなコーデする人もいないでしょうけど、ちょっとでも私はこれ好きですよ、個人的にですけどね。はい、まずはちょっとドレスの上を使って試作ですね。次ドレスの下の方を使って、可愛らしい感じでじゃあ作ってみますか。でこっちはね、もういろいろ使い勝手できると思うんですけど、ほんとこういうようなね、制服の上とか使用できますし、こういうようなのもね、使えると思うんですよ。ちょっと爪外しておきますか。でなのでこの辺は可愛く、でこれは小悪魔のハットと、小悪魔ドレスの下は一緒に使おうかなと思います。で、今回のこの手袋もね、いろんなところで使えると思うので、まあ今回はね、ちょっと使わないんですけど、ドレス系とか、まあちょっとこう鎧系ではちょっと使い勝手は悪いかなと思うんですけれども、そういうところで使ってみるのもいいと思います。でこっちこそさっき言ってたミストグレー使っていこうかなって思います。ミストグレーに黒でいいですね。いや、白っぽくしましょう。こっちをピュアスノーにして、こっちをミストグレーで染めようかなと思います。でミストグレーにして、ゴールドとかどうですかね。あんまり目立たないですけど、これもゴールドにしちゃおう。ここをミストグレーにして、もう片方をオーロラで染めました。で腕のグローブに関してなんですけど、こういうの使いたいんですよね。その自分が好きなので、アラクレバングルをこうワンアクセントとして入れたいんですけど、ちょっとね、可愛くなくなっちゃうので、今回は可愛さ重視で作っていこうかなと思いますね。かわいい腕がいいな。どうしよっかな。あ、これいいですね、普通に。で、ここを、ここで変えても、ボタンしか変わらないので、ボタンの色は変えないでおきます。オーロラじゃなく、色あった方がいいですね。で足をミント系にしたいですね。予言者のこれにして、
オーロラと、でもなんかちょっと違うな。この辺でもいいかもしれない。これにしましょうか。試しに武器でも持たせてみますか。適当に両手剣で。腕のところもうちょっとこうあってもいいかもしれないですね。カジノじゃなくて、こう一箇所にしかついてない感じなので。あ、今ちょうどあれが切れたみたいですね。ホワイトデーイベントの方のおまじないがね。でもな、全体がこうかぶっちゃうような手袋は微妙なんだよな。あ、これいいですね。これにしよう。ロリータリストにしますか。あ、でもな、ロリータリストここで使っちゃうのもな。ていうか、上をパピオンじゃなくて、巨匠の衣とかどうですかね。優柔不断ですけど。あ、かわいい。巨匠の衣いいじゃないですか。で、腕を片方ブレス出てるような感じにして。あ、これいいですね。これにします。これで結構かわいいなと思いました。両手剣はいつもかりんとうなので、かりんとうにしておきました。で、かりんとうのあそこのところを黒く染めてるので。で、これにしますか。はい、種族変えてみますね。あ、いいですね。で、髪型ね、変えたやつになるので、こんな感じですね。はい、小悪魔のドレスに関してはいろんなドレスアップが作れるかなと思います。で、ドレアシ作以外にね、本番でドレアしたものだったりは、随時こういう風なドレアしましたよという形でご紹介させていただければと思います。で、ドレアシ作に関してはね、こういう風にちょっとこうラフな感じにね、いろんなもの装備を合わせてみて、装備を見ていくっていう形で作らせていただければと思います。はい、またね、私がこういろいろやってますけれども、例えばこの装備を使ってね、ドレスアップの試作してみてくださいとか、あとはこれをね使って実際にドレスアップまでやってみてくださいっていうのがあれば、いつでもコメントをお待ちしております。それに合わせてね、ドレスアップ作っていこうかなと思っているので、ぜひぜひ、コメントの方にね、そのようなものを残していただければなと思います。では今日は、小悪魔のドレスを使用して、ドレスアップ試作させていただきました。では以上、ミントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。